娘に手を挙げるなんて。訴訟起こされちゃってて。謝罪会見を開かなくてはならないんです。謝りたいんでしょ。だからもう無理。ごめんなさい。この度は肩の力抜きすぎだろ。相手に誠意を見せることです。その欲求を満たしてあげれば 120% 許さないっていうなら 150% の謝罪をするだけですから。謝りたい人が謝れば、謝ってほしい人は笑顔になる。世界はもっと平和になるんですよ。すいませんでした。なんだあれ。難しいんですよ、抑えた芝居。